今回は皆様にご報告があります。先日私が発売させていただいたこの一生の武器になる勉強法が重版されることが決まりました。ご購入いただいた皆様、そして購入しようと思ったんだけどやめた皆様、興味を持っていただき本当にありがとうございます。今後ももっと売れるように精進してまいりますので、今後もどうぞ応援の方よろしくお願いいたします。改めまして、ハイチです。よろしくお願いします。この度ですね、この本重版決まりました。もうまず目標の一つだったので本当に嬉しかったですね。ツイッターとかメールとかでね、買いましたって報告くれたりとか、あとは書店に置いてありましたって写メをねくれたりとか、いろんな方がいろんな形で応援していただいて、もうそれがねすごく嬉しくて、見るのがだからなんかそわそわしてたけどね、どうしよう大丈夫かなってそわそわしてたけど、まず一つの関門を超えたので、まあ、本当に良かったなと思います。以前の動画でね、ある本に負けたくないっていう話をしたんですよ。でちょっとまだ勝ってないんですよ。これ重版決まってもまだ勝ってないんで、その冊数を抜けたらね、その時に言おうとは思うんですけど、次のまた重版かかって、もうちょっとこう増やしていかないとそこには勝つことができないので、まだまだね、たまにこうやって PR させてもらうことがあるとは思うんですが、ぜひね、興味持っていただいた方は、下に Amazon のリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてもらったりとか、で、書店さんも一応全国に流通はしてるんですけど、本屋さんに置くか置かないかはその書店の方が決めることなので、置いてたり、置いてなかったりします。結構4店舗、5店舗回りましたなんて方もいらっしゃったので、自分も地元何店舗か行きましたけど、置いてない本屋さんあったからね。だからまあ確実に買えるのは Amazon かと思います。で最後に個人的な思いなんですが、今年 NHK さんにね取り上げてもらったことがきっかけで、すごくこう保護者の方に認知していただけるっていうか、初めましてでね知っていただいた方が非常に多いんですね。で実はこの本、保護者の方にまず読んでもらえると嬉しいなってちょっと願いがあるんですよ、本当はね。まあ、もちろん学生の方にも読んでほしいんですけど、保護者の方に読んでいただいて、でそれを自分のお子さんに勧めるみたいな形になったらいいなって、そんな妄想をしながらそんな風になったらいいなってちょっとすごく思ってたので、もしねこれ保護者の方が見ていただいてたら、もしよかったら本屋さんとかね Amazon の方でチェックしてみてください。今後もねもうちょっと頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にねありがとうございました。